研究開発班にハニービーを解析させた。どうやって？ CIA には完全な状態で引き渡す契約だと。分解して解析した。あとは元通りに戻しただけだ。完全な状態にな。ほう、優秀な連中だ。ハニービーは今までのマンパッツとは段違いの追尾能力を持っている。感知できる赤外線の波長も広いし、補助的に紫外線まで検知可能だ。それでハニービーか。ああ、ミツバチは紫外線を頼りに飛ぶという。これなら攻撃対象がフレアを撒いても役に立たん。ソ連の戦闘ヘリが落とされるわけだ。 CIA が回収に躍起だったのも道理だ。対抗手段を研究されるだけじゃない。こいつがイランにでも渡ればアメリカの航空機も危険にさらされるか。俺たちもこの技術をもとに携行ミサイルを開発すれば大きな戦力になる。もっとも解析の結果を実際に応用するのには時間がかかりそうだ。引き続き研究を進める。ダイヤモンドドッグス諜報班の活動はシュミント、シギントを主とした情報収集に特化している。現地の石膏、潜伏調査、例えば地元の人間と同化して彼らの生活圏に紛れ込んだり、旅行者を装って関係者から情報を聞き出したり、盗聴器やカメラ、発信機による監視、通信衛星や電話回線の傍受も行う。さらにこれらをアナライズすることで各地の戦局や各 PF の動向を察知、脅威査定にかけてクライアントから発注されたミッションを審査する。ミッションにあたってはターゲット位置の特定、予測範囲の絞り込みなど、リアルタイムな状況変化を遠隔から監視し、あんたのミッションに有益な情報を報告してくれる。それら資料は司令部に集積、ここでデータの検討を行い、あんたに無線で伝えているというわけだ。なお諜報班のスタッフは敵に見つかった時のリスクを考慮し、特殊な場合を除いて一切武装をしていない。せいぜいナイフ1本か、ほとんどは丸腰だ。したがって PF のような武装集団を相手に戦えるほどの戦闘能力はない。現地での戦闘力は無に等しい。それに彼らはあらゆる方法で状況にステルスしている。あんたが現地で見かけることもないだろう。専門はあくまでエスピオナージ、決して万能ではないが情報活動のプロだ。